お待たせ、先生。大丈夫。今日は徹夜明けじゃないよ。簡単には数値化しきれないこの瞬間を、しっかりと楽しみたいから。キボトスの先生の皆さん、こんにちは。ミレニアムサイエンススクールでベリタスに所属しています。おまがり晴れを演じております。貝原玲奈レイナです。ブルーアーカイブ、一周年、おめでとうございます。 ハレちゃんはベリタスというハッカー集団に所属しているのですが、この最先端の科学技術があるミレニアムサイエンススクールにおいても頭一つ抜けている屈指の天才少女となっております。そんな彼女を演じる上で気をつけていることは頭が良さそうというイメージで喋らないことですかね。彼女にとってはきっと普通のことで ちょっと人よりおっとりしている雰囲気ですが、みんなと同じようにドキドキワクワクしている、そしてとても優しい子だと思っています。私は生放送ブルーアカライブにも出させていただいているのですが、スタッフさんも出演者さんもみんな裏でもブルーアカトークをしていて本当に楽しいです。このミッション難しかったよねとか、ストーリーのここが良かったよねとか、生放送では見ている皆さんのコメントからもそれが感じられて、 一緒にゲームをしている先生がこんなにいるんだなーってとても嬉しくなります。ブルアカの生徒たちはみんな傷ついたり成長したり友達といろいろあったりしながら毎日頑張っています。私も皆さんと同じ一先生としてスマホの向こうで見守ることしかできませんが、これからも一緒に盛り上げていきましょうね。 サークル協力戦とかあったらいいなーとか、あとイラストやモーションが見れる図書館も欲しいなーなどと密かに思っています。改めまして、ブルーアーカイブ一周年おめでとうございます。これからもハレちゃんのこと、そしてブルーアーカイブのことを引き続きよろしくお願いいたします。未知の探求はいつだって楽しいことだけれど、この一年は 例年以上に凄かった。今年もまた目覚ましい結果が出るように。よろしくね、先生。先生、改めておめでとうございます。何ですか私が普通にお祝いするのが意外ですか別に、私だって先生のこと叱りたくて叱っているわけではなく。 いつも先生のだらしなさを見かねて言ってるだけで。ああ、もう、せっかくめでたい日なのにこんなこと言わせないでください。キボタスの先生の皆さん、こんにちはミレニアムサイエンススクールでセミナーに所属している、早瀬優香を演じております、ハルカランですブルーアーカイブ、一周年、おめでとうございますわーい いやー、ブルーアーカイブの人気は、もう当初から、リリース当初から、もう感じていて、私の周りのお友達もプレイしていたりとか、SNS で皆様が書いてくださったイラストなどもよくお見かけします。たくさんの方がプレイしてくださっていて、本当に嬉しいです。えー、皆さん、もうご存知かと思いますが、ゆうかちゃんはセミナーで会見もやっておりまして、 お金に関してとってもきっちりしている子です。そしてゲームをね進めていくと最初にもらえるメモリアルロビーが優かちゃんだったと思うんですけども、いかがだったでしょうかいや、そこでもやっぱりお金の管理をしようとしてきたと思います。そんなね、しっかり者で気が強いと思いきや、ツンデレでデれちゃったりとか、芸術のセンスがなかったりと、実は とっても優しくて可愛くて私自身も大好きなキャラクターです。ね、え任務でも総力戦でもそして金銭面でも頼れる子になってます。これからもね、そんな優香をそしてブルーアーカイブをよろしくお願いいたします。改めまして、ブルーアーカイブ1周年おめでとうございます 再現性は数学に限らず様々な学問の基本です。今日というめでたい時の条件も、その変数もしっかり記録しました。きっと先生が一緒でしたら、こういう嬉しい瞬間は何度でも再現できると思うので、これからも一緒に頑張っていきましょうね、先生。 なんだかすっごいおめでたい雰囲気だね。ご主人様も嬉しいご主人様が嬉しいなら、アスナも嬉しいな。だからほらほら、早く一緒に行こう。はい、キボトスの先生の皆さん、こんにちは。 ミレニアムサイエンススクールで C&C に所属している一ノ瀬アスナを演じております。長谷川育美です、えー。ブルーアーカイブが1周年を迎えたということで、おめでとうございまーす えそんなブルーアーカイブでですね、私が演じておりますアスナは、メイド部とも呼ばれている C&C に所属していて、自由気ままで任務が始まったらすぐ単独行動をし始めてコントロールが効かない子となっておりますが、持ち前の感覚や直感で何でもいい方向に持っていっちゃうという女の子になっております。私的にはですね、アスナはこうなんか人懐っこい大型犬みたいなイメージがあって、 常に尻尾をフリフリしながらこっちに来てくれるような感じがすごく可愛いなと思っております。いつも元気いっぱいでご主人様への愛にあふれていて、そういう彼女のまっすぐさがしっかり届くようにと思って演じさせていただきました。そしてアスナといえばですね、やっぱりなんといってもあれですよね。そうそう、バニーガールですね。はい、なんだか大変盛り上がっていただいたようで本当にありがとうございます。 なんか、やっぱり皆さん、あれなんですかバニーガールが好きなんですかね <laughs> どうなんでしょうね。はい。まあでも、本当にメイド服もバニーガールもすごくよく似合ってて、また違う格好のアスナもたくさん見られたらいいな、なんていうふうに思っております。はい。ということで、改めてにはなりますが、ブルーアーカイブ1周年おめでとうございます。これからもブルーアーカイブ、そしてアスナのことをよろしくお願いいたします。<laughs> ご主人様の嬉しそうな顔を見てたら私も楽しくなってきちゃった。こんな日がこれからもたくさん、たっくさんあるといいね。ところで今更だけどみんなどうしてお祝いをしてるのあはっそういえば聞くの忘れちゃってたかも。パンパカパーン。アリスと先生はレベルアップしました。 まだ巨悪を打ち砕いてはいないのですが、どうやらお祝いパーティーのようですね。行きましょう、先生はい。ということで、キボトスの先生の皆さん、こんにちは。ミレニアムサイエンススクールでゲーム開発部に所属しています。天道アリスを演じております、田中みなみです。ブルーアーカイブ、一周年 おめでとうございまーすパチ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 はーい。ヤリスちゃんはですね、あの、廃墟でね、発見された正体不明の少女となっておりまして、まあね、桃井、緑、ゆず、もう、ゆ、個性豊かな、<laughs> はい。みんなと一緒に、まあゲームとかね、いろんな言葉をこう学んでいく中で、重度のゲームマニアに <laughs>、 なっちゃうんですよね。結構あのセリフとかでも、なんかこう、なんだろう、う勇者にこの剣を授けようみたいな,なんか、なんて言うんでしょうね。勇者よ頑張れみたいな、なんか、あれアリスのキャラどこ行ったみたいな、ちょっとなんかゲームの世界に突然入っちゃったりとかする、そんなね、面白い口調があったりとかして、あの、演じていてすごく楽しいなぁと思いながら、結構そのアリスなんだけど、こう、アリス、 もう残しつつのなんかこう王様みたいな感じのキャラクターとかね、すごい演じていて、はい、面白いな楽しいな個性的だなと思って演じております。あとはですね、あの、アリスの 3D、皆さん見ていただけましたでしょうかちょっとね、私はまださっき、 もう今さっき音声収録をしたので、まだ見ることできてないんですけど、生放送の皆さん、見てくださった皆さん驚いてくれたんじゃないかなと思います。いやー、なんかね、ほんと、アリスのまたしてもね、ちょっとパンパカパーンとか言ったりとか、いつものセリフがあったりだとか、その、ちょっとね、光の剣が抜けなくて、なんか、先生、頑張ってくださいとかもなく、レベルが足りませんでしたね、みたいな。 コアリスのね、ゲームマニア的なね、ところがちょっと出てきて、すごく面白いなと思いました。あと、先生の領収書っていうね、ちょっと、まあ、確かにレアアイテムだなって思ったりとかして、ちょっと薬と来ました。楽しかったです。えー、ではでは、改めまして、ブルーアーカイブ1周年、大変おめでとうございます。これからもアリスのこと、そしてブルーアーカイブのことを、引き続きよろしくお願いいたします。 楽しいことや美しいもの。先生とパーティーを組んでから、アリスはたくさんのことを学びました。ですが、アリスはこういう素敵なことを、もっとたくさん知りたいです。なので、先生、もちろん、桃井とみどり、ゆずと一緒に、まだまだこれからも、一緒に冒険を続けていきましょう。